負けるのか。もう意識があるなら喋らんでいい。僕はチャンピオンなんだから。技を破られ深刻なダメージを抱えてもなお力がなくなって筋肉が緩んでいた。もう食べ物さ。負けるもんか。たまらねえよこの感触。何よりのごちそうだぜ。バレットの連打だ。カウンターで受けのボクシングやったサムラが前に出てきよった。意識的に抑えていたんですよ、かいくぐりやすいように。よだれが出るよ。丸ごと食わなきゃ気が済まねえ。つらい骨までしゃぶってやれよ。意識を保て。気を失ったら全てが終わりだ。体力はまだまだこと切れていない。うまい肉の条件とよこせ。あーっと闘志を断ち切る無情の連打。練習の時からある程度予想はしていたけど的中してほしくなかった。しかし宮田、見たかったのはこれか。前が望んだのは幕の内のあの姿か。気を強く持たなきゃ簡単に意識を断ち切られる。勝負をかけるんだ。勝つことだけを考えろ。この威風堂々たる姿見てるか壁。仕掛けたのはなんと因子のはずのチャンピオン。いくらお前でもと思っていたんだが、これほど圧倒するとは。このままでは人の痛みも知らず、努力して得るもののありがたみにも気づかず。あー、デンプシーロールだ。デンプシーロールは視覚から視覚へと高速移動し強打を連打する。少し後ろに下がれば全身を晒した。それは長く味わいたかったが、大好物を差し出されりゃ仕方がねえ。右先行だ。左とはわけが違うで。死ぬ。恨むなよ小僧。強烈な一撃を浴びてそれでもチャンピオン倒れない。意識を断ち切るには十分な一撃のはずだ。なのに立ってやがる。初めてもらったパンチならとても耐えられなかった。協力してくれたみんな、積み上げてきた練習、今まで積み重ねてきたものを信じるんだ。やってきたことを一つ一つ出して。試合前から変だった。追い詰めていつもと違ってた。どんなにうまい肉だろうが食いすぎりゃゲロが出ちまうや。あー、当然の減点。リング上またしても険悪なムードは漂う。あの部屋の風景の中にお前の心は一生閉じこもることになるんだぞ。歯ぎしりしながら見続けるがいい。この俺が勝つ姿をな。貴様の肉は食い飽きた。いいよ。挑戦者一気に決めに出た。会長、ここまでです。タオルを、タオルを投げてください。チャンピオンなすすめなし。撃たれるがまま危険な展開。うわーっと、またしてもデンプシーロールだ。必殺技だと。所詮単純な振り子運動じゃねえか。渾身の右で息の出を止めてやる。ダメだ、こっちは止まれない。やりおったわ。ゆずなら来ない。デンプシーロールを途中で止めた。明らかに新型のデンプシーロールだ。ゾッとしたわ。沢村のデンプシー破りは俺も実践しようと思ってたことだ。そうさ、俺が本当に見たかったものはお前のこの姿さ。新型デンプシーは初めからトライしておったのだ。だからこそ二度のカウンターの威力を殺し耐えられた。まだやるよバカ野郎。限界を超えて打てば確実に選手生命を削ることになるわ。試合再開。なんとレフェリーの後ろに回って盾にした。何が何だか分からねえ、分からねえけど。うわっと、ゴングだ。第6ラウンド終了。デンプシーロールは以前貴様が無様と罵った技や。幕の内は喧嘩なんぞに縁遠い男。貴様とは別の人種や。リングの上でのみ力を発揮するために練習を積み重ねた。座れないのだ。新型デンプシーの急激なひねりと座ったら二度と立てないほど体が傷んでいるのだ。あとは見届けるのみ。
応援だ。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。この声援なんとかならんのか。ま、負けてたまるか。信じて待ち続けたところで思い知るのは裏切りだけだ。この世界で唯一信頼できるものを失ってたまるか。沢村の勝利に対する思いは執念なんて生優しいものじゃない。地獄を見るぞ幕の内よ。負けてなるものか。みんなの後してここまで来れたんだ。頑張らなきゃ。頑張って勝とう。先へ行くようなその挑戦者アレットだ。2発、3発、挑戦者の動きが止まった。挑戦者がロープまで吹き飛んだ。チャンピオン休まない、休ませない。左引いた。こいつまで信じられなくなっちまったら、また逆戻りだ。足出しやがった。これがあるんだよこいつには。信じられん。幕の内のパンチをあれだけもらって倒れるどころか。初めから分かってたことだ。この人に勝つには俺しかないんだ。出たー、デンプシーロー。止まりやがった。デンプシー破り破り破りだ。タイミングを遅らせてくる。そのパンチに合わせる。何度でも合わせてやるぜ。させるやんか幕の内。そういうの柄じゃないですよ。失礼します。伊達さん、左右からのフェイントを含む凶悪なカウンター潰した。面白い。現役でなくても熱くさせられるよ。筋肉繊維の断裂、毛細血管の破裂、人体も伸びかかってる。鎧のような筋肉がかろうじて守ってくれたみたいね。まるで土下座。スカッとしたぜ。ガッツポーズしてたもんな。とにかく必死にやってこの強い人に勝ちたいって。体の痛みも忘れるくらい興奮してる。しかし深刻なのは左目眼底骨折。あんなパンチを何度も食らって沢村よくやった。負けはしたけど今回の試合は竜兵にある種のきっかけを与えたと。特に幕の内の拳はそう思わせへんのや。練習すれば勝てるようになる。もっと強くなれる。ワイラの拳は相手を二度と立てなくする拳。殺人の剣や。毎度のことなんだけど、本当自分一人じゃ勝てないって思い知ります。だからやめられないんだ、ボクシング。